ただその野球のシステムがわからなくて、はい、他のチームは巨人にこう、なんていう、対決する、はいはいはい、挑んでいくのがプロ野球なんだと。あ、そうだね。もしかしたら、阪神中日戦があるっていうのが理解できる。だって、小学校1年にね、わからない。だっていつ見ても巨人選手がして、で、たまに NHK つけると、パ・リーグがわからないチームやってるんですよ。なんでこれ、だよ、なのが最初ですから、それぐらい当時は巨人っていうのがこう、なんていうの、人気があるっていうか、テレビ放送的にも。それ分かりましたもんね。分かりますね。それだったですよね。この辺りやんか。巨人、大砲、卵焼き。